どうも、花尾です。皆さん、念願です。いや、どっから登場すんねん、お前。はい、花尾ですね。はい、最近は、平沢という名前をね、はい、が出してんね、ちなみに。あ、そうなの。平沢しか出してんね。ここ重要で。そうなんですか。最近ミクシーというねサービスがそろそろ終わるということで、はい、8年前の大学1年生の時にミクシーめちゃくちゃやってたんですよね。そのミクシーがなくなる前の、はいはいはい、なくなる前にですね、はい、花尾さんの真の黒歴史を遡ってみようのコーナーでーす。はい、ちょっとほんまにね、ちょっと俺見られへんかもしれない。どんなの全然わからへんねんけど、みんなで一緒に見ていきたい。はい、あ、そういう感じ。怖いんでもないやろ俺さ、はいはい、沈没船を探検するような気持ちだよね。いやでもなんか情報としてすごい宝が眠ってる可能性もあるから、ね、怖いよ沈没船というのは。ちょっと見ていきます。え、まずちょっとビシッやばいな、ね、何やろ。いやでも左上アイコンやんな、あれさすがに。アイコンです。あれアイコンやんな、さすがに。その時点でもう、その時点でもう遅気が立ちます。いやでもちょっと何か見えない。今のユーチューバーなのっていうレベルですよね。ユーチューバーのアイコンやったらこれ売れる。これ俺まだ見てないけど、気持ち悪いっすよ。キムさんがキムさんがやばい。売れない。キムさんがいい。登録者何人これ。これ登録者何人。13人です。はい、じゃあまずちょっとアイコン見ていきましょう、はい、せーの、ポン。うわーい。やばっ。これはやばい。あー、見んじゃねえ。見んじゃねえ、お前らも。このちょっと目線外してるやつね。もういつ見てんの。おいおいおい、でもさ、当時のとりあえず立てたらいいみたいな感じの中学生みたいな感じだね。でもなんか髪型は変わってるよ、ね、なんか正面当たっててなんかどこ向いてんのみたいな顔してる。なんかベランダの外見てんのかな、これ。方角的にどこも見てないですよ。どこも見てないですか。ふんふんふんって感じ。参加コミュニティ目指した参加コミュニティ神戸大学新入生に入った。それの方がキモいよ。それの方がキモいよ。違う、大阪教育大学に入ってた。で、歌ってみたいに入ってます。あ、だからこの時点で歌とかはもう歌ってみたいにの意識がもう高かったね。でもあの、歌ってみたよりも大京大とか神戸大の大京大リアルすぎる。大京大はリアルすぎる。ここで彼女作ったろうっていう意気込みやばくない。で、なんかあのなんかキモいわ。なんかキモいわ。おい、やめろ、おい。なんかキモいわ、それ。プロフィールみたいな、プロフィール。あ、プロフィールみたいな、あるんじゃない、そんな。プロフィールです。あ、プロフィールあります。ちょっと待って。ちょっと、気持ち悪いかもしれへん、これ。いや、いやいやいや。1行目がだってもう、いやあ春から阪大に進学することになりました。まあ、それはいいよ。最近一人寂しく生活してる。いやいや、キモ。いや、キモすぎる。はぁはぁはぁ。マジでさ、出会い中やん、これ。いや、でもそうやん、そうでしょ、だって最近一人寂しく生活してます。だからあの、私も寂しいんです、街の回答やな。ほんまにあれ、おぞけ。まあまあまあ、でもはい、で次、まあ、ピッ。料理で川越シェフを超えることが透明度の強度っす。急に。いやいやいや、おい、どの口で言うねん、お前。お前、そんなん言ってない。今や、洗い物すらせえへんやろ、お前。これは、お前。これはでも、責任取らなあかんと思う。やばいな。お前、これだって。川越シェフどころか、お前。お前、なんか花火炒めてるだけやん、お前、だってやってた。あと、石橋商店街でも頻繁に出没する傾向が見られるから、怪しいやつ見かけたら自分かもしれないんで、その時はできるだけ声をかけてみてね。多分巨大な叫んじゃねえ。やばすぎる。やばやばいやん。声かいて。怖いやつや。怖い怖い怖い。だって、やばい怖い怖い。僕巨大います。僕巨大います。俺、はい、俺ちょ日記ちょ欲しいな。日記どうしても欲しい。あ、キラの日記。2012年3月21日、はい、1時35分の投稿、はい、先ほどフィリピンから帰国なすった姉の彼氏様と初めて対面した。噂通り大変よくできたお方で、お土産などを賜り恐縮するばかりだった。キモすぎる。キモすぎる。これ映画だから、まあ、翔ちゃんの生まれる前ってことです。ああ、翔ちゃん全然生まれてないんだ。はい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 。眠いとで寝ます。あと7時間で滋賀県を立ちます。ああ、もう、おお、まあまあ、なるほど。で次、あ、いや、あ、秋が田舎だけど、この空気好きだバカ。はい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 。
この空気好きだバカこの空気好きだバカもうお前は俺のお前嫌いじゃバカでもこれを書いてくれた方がねやっぱなこの年になるとなすごいと思っちゃうやん確かにこれ書く人逆に思いつかへんいや逆に思いつかへんもう今まあでもこう思う気持ち分かるくてだってずーっと十何年4月の人やから、まあ、大阪に立つって結構でかいことや多分この年齢層でしたら結構貴重な文章貴重な文章そう考えたらこういうのをちゃんと撮ってるなんか書いてるのが偉い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 記録やからこういうのおい俺、お前のこと好きだバカもうやめてくれよ、お前